九尾の狐はまたしても逃げた。しかしどこへ逃げようとも強大な妖気は隠しきれない。英雄たちは彼女を追い、妖気立ち上る小田原城へとたどり着いた。今度こそ逃がすわけにはいかない。しかし同じように心境をかざしてもまた失敗するだろう。確実に封印するにはその妖気を徹底的に削ぐ必要があった。九尾の狐と彼女の尾が変化した偽の英雄たちを倒し、心境の中へと完全に封印する。今こそ決戦の時、すべてを終わらせるべく、宗妃たちが駆ける。九尾の狐の力は衰えてませんね。ここにいるだけで蹴落されそうです。彼女を確実に封印するためには、まず、できる限り妖気をそがねばなりません。そのために取るべき方法は、二つ。尾で作った偽物の撃破、そして、九尾の狐自身の撃破です。ふん。わかりやすくてよかろう。行くぞ。ここで全てを終わりにしてやる。俺たちの家は壊させない。何が起きようと。書くか。小田原城の状況はどうだ。競っている氏康殿はおそらく失敗。まるで北条軍の留守を欺いたでしょう。尻尾を退治しながら狐狩りか。必ず仕留めて封印してやる。おのれ、わらを封刃とするか。いまいましや人の子らめ、残らず帰り討ちにしてくれよ。ねえ、まだしもべたちよ。孫権殿と劉備殿に化けたこれはまた贅沢な主演だ。所詮は偽物ならば気兼ねなく切れるというものだ。九尾の狐の妖気を徹底的に損。奴の尻尾は全て打ち倒せ。尻尾は九本でしたか。全て倒すのは少々骨が折れますね。執着至極に存ずる。将兵らの士気も高まりましょう。執着至極に存ずる。ここから先へは行かせん。私が相手となろう。私はここまでか。この裏は忘れぬ。よし、天守へ向かうぞ。九尾の狐を追い詰める。執着至極に存ずる。おお、俺の城を争うってんだ。ええもん、この屈辱忘れまじ。敵将、勝ってやった。
来たよ。ならばわしが相手となろう。それで父に化けたつもりだ。あの体格、尻尾などには到底演じられない。だが波動もここまでか。人の子らが、えい、小尺な、うねらごときに囚われるものか。また逃げたか。しかし私の偽物とは、やつも余裕がないが。これ以上逃げられないようにしましょう。皆、城の周りを包囲してもらえるかな。私が出てこいよ、知るがいい。大馬鹿ども、大馬鹿の立つ野郎だ。およっ、そろそろあげようか。俺が、さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私が負けるだと、 なんということじゃ。逃げる隙はなかったはずだけど、四天童子とオロチも出してきたか。上等、執着至極に存ずる。私たちを押し止めることはできぬ。我を超えるか。何故人の子ごとき。
おお、いい腕だ。近寄るでないわ。いい加減偽物と戦うのも飽きた。ここで終わりにしてやる。いやじゃ、鏡の中はいやじゃ。倒した。今こそ鏡に封印してくれる。城内にキュービの狐が現れました。北西に向かって移動しています。何、まさか倒したのは偽物。尻尾を自分に化けさせ悟りにしたというのか。狐が小賢しい真似を。急いで追うぞ。おっ、その戦ぶり手本といたします。断末魔を上げさせてやる。やじゃ、ついにキュービの狐を捕らえたか。これで混乱も収まりますね。さあ心境に封印しましょうか。俺たちの勝ちだ。この先も勝ち続けてやるさ。よし、これが俺の望んだ成果だ。おう、俺の気持ちだ。受け取ってくれ。あー、なんかうまいもんの方が良かったか。皆様、お見事でございました。
皆、ようやってくれた。天帝になり代わり、礼を言わせてもらう。お主らも知る通り、こたびの騒ぎは、横島な願いと、些細な行き違いから生じたものじゃ。じゃが、大道する思いと力は、いかなる苦境をも打ち砕く。それをお主らは、わしらに示してくれた。ああ、願わくは、人界も仙界も、そのようにあり続けたいものだ。さあ、あなたたちと世界とをあるべきところへ返しましょう。それが天帝、そして私たちからのお礼です。紡いでください。あるべき時、あるべき空の下で。あれは何だったんだろう。まさしく一睡の夢のようでしたね。退屈しない座興ではあったな。